こんにちは、養蜂ガールです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルはミツバチのお世話の記録を投稿しているチャンネルです。養蜂を始めて今年で6年目になります。今日はね、ちょっと雨模様です。ちょっとね、小雨が降ってきて、でちょっと心配だけど、ちょっと雨に降られないか心配だけど、まあ一応雨雲レーダーでは今のところは大丈夫なので、ちょっとパッと見ていきたいと思います。この前ね、スズメバチがいよいよ来るところなので、捕獲器は前につけてたんだけど、このネットも、ね、張ってます。今内見するのに外したんですけど、ネットもねしています、はい、でさっきね、オオスズメバチみたいな音がしたので、ちょっとね怖いんだけどね、来たらちょっと一匹この粘着シートにくっつけようかなと思うんだけど、まあ、この毛でいいな。あとこの木柵液っていうのを、こうやって振っといたらちょっと、スズメバチ整いが、こなくて済むので、はい、だからちょっとね、急いで、実験していきます。はい。それでは、最後までよろしくお願いします。いいねと思ったら、グッドボタンもお願いします。励みになります。チャンネル登録もお願いします。はい、それではつけていきます。ちょっと雨だから、蜂さんみんな家にいるから、ちょっとやれてないだろうけど、しょうがないよね。ちょっとね、やっぱり1週間1回見ないと心配でね、見ていきます。よいしょ。怖い。なんかスズメバチじゃないよね、今のね。怖いわ、なんか。なんかすごい、なんでこんな時にちょみつしてんだろうね。何の蜜かね、やっぱり蜂蜜そうかな、これ。あ、来たスズメバチ。これは怖いな。来るよね。こんなんしてたら来るよね、その。どこ行った？すぐにほら、怖いな。まあでも前みたいに大勢で襲ってこないからまだいいけど、去年ね、オオスズメバチすっごい来てたから、よかったな。今年はだいぶあれ、春のうちに見つけたと思うからね、ちょっと量は減ると思うんだけど、でも怖いよね。結構重たい、加熱してるね。結構2段目も加熱してる。去年は、ダニ対策として、蝶鉢隔離して、産卵を一時的に止めて、やったりしました。けどね、その後ちょっと蝶鉢の調子悪くなっちゃって、今年はどうしようかなーなんて、心配していたんだけど、たまたま今年は蝶鉢さんね、入れ替わったりして産卵してない時期があったので、たまたまそういうことで勝手にダニ対策になって、今年はね、ダニがなんか被害がないような、そんな風に見えます。変な巣がないし、たまたまだけど今年はあったけど、まだ油断できないけど、ブルーベリー入ってた。
ただきます。おいしい。何と思ってたろうやって。今日もありました。嬉しい。もう終わりだろうなと思ったけど。いただきます。2枚になっちゃった。ジョーカーちゃん。いるのかな、この2枚に。ちっちゃいスズメバチやっつけた。ね、ちっちゃいです、これ。小型スズメバチ。ちっちゃい。ジョーバチさんいました。B 群のジョーバチさん。4年目のジョーバチさんです。ね、頑張って、この冬は越してほしいんだよね。はい。じゃあ、ということでよかった。では、チタンので片付けて終わりにします。それではこちらのイーグンを見ていきます。やっぱね、なんとなくね、1週間に1回内見しないとちょっと心配で、まず1週間ぶりの内見です。なんかすごいな、静か。3段目から見ていきます。これからね、あの秋は秋で花が咲くからね、ちょっと匂いのきついね、これが咲くので、ちょっと名前ど忘れしちゃった。なんだっけ、いつもよりは涼しいけど、でもやっぱり汗あるっぽいね。なんかね、蜂やるようになってからすごい汗かきになって、汗かいたって飲むのね。2段目下ろします。あーすごい、下の方に卵産んでるわ。ジョーバチさんいるかもしれんね、上に。あーすごい、卵産んでる。上の段の方が完全にすごいな、すごい蜂増えるよ。すごいな、産卵してるわ。さすが新しい乗馬したね。早いです。イーグンのジョーバチさんです。相変わらず動き早い。で、戻しときます。一生懸命産卵してるね。
組織で対応できるんだけど、雇用金融学だけじゃないし、それではちょっと心配で、オオスズメバチね、捕獲器に入っても、蜂たちがね、戦っちゃって、上昇もあって、すごかったね。何年ぐらいだろう、3年前かな。そこのネットを導入したところ、オオスズメバチにすごい効き目があるので、それからはずっとこれにしています。よし。オオスズメバチ怖いね。で、なるべくここね、ピンと引くって感じだったので、こういう感じで隙間なくピンと貼るようにします。でもね、オスズメバチにこうどっちみちこう場所がバレちゃうと、結局オスズメバチのネット壊して入ってくるから、絶対ではない。で、こんな感じでネットを貼り終えました。ピーンと貼るのがいいと思いますけどね、貼るんでるとここの口が詰まっちゃうので、はい、こんな感じで今日の動画はいかがだったでしょう